はい、皆様こんにちは、こんばんは。来ました、なんだっけこれ、生姜香るなんだっけ、野菜味噌ラーメンだっけかな。はい、でもね、チャーシューいっぱい入ってんですよ。それでも1、2、3、4、5枚で、これね、野菜がねいっぱい入ってて、スープがね、今日寒いんでね、風は寒いんですよ、照ってても。これほら、スープね、いや美味しそうですね。はい、スープね、いただきます。うん、すごい生姜が効いてる。でもね、そんなにね、生姜がね効きすぎてるってわけじゃないですね。美味しいですね、生姜効いてますね。生姜がすごく効いてる味噌ラーメンって初めてですね。あー、じゃあまずチャーシューいただいてみましょうかね。はい、いただきます。食レポ上手になんなくちゃ。うん、食べやすいチャーシューですね。まあまあ美味しいです。はい、こっちはチャーシュー麺です。本当にチャーシューいっぱい。美味しいですか？味はどうですか？醤油ラーメン、うん、あっさり系、うん、あっさり系醤油で美味しいって言ってますね。でね、水はね麦茶なんですよ。これいいですね。はい、ラーメン食べてみましょう。あー、あららららら、ら、あったかそう。美味しそうですね。さ、スープを絡めて、これは細麺かな、中麺、なんつうの、縮れ麺でスープが絡みますね。いただきます。あ、美味しい。体が温まります。生姜が効いてますね。本当にこのスープは生姜好きの人にはいいかもしれないです。あと冷え性の人とかね、体が温まっていいかもしれないですね。チャーシューと麺をいただきます。ちょっとロングバージョンで。あ、美味しい。はい、いただきます。